こんにちは、荒木和弘です、歴史を反省、っていうのは、昔よく言われました。最近あんまり言わなくなったですけどね。で、さてこの歴史の反省っていうことについてですね、ちょっと思うことがふとありました。というのは、我が国は戦争負けてですね、歴史を反省する機会を失ってしまったんではないか、自分たちで自分たちの考え方で、それが正しかったのか、どうすればよかったのかということをですね、考えることをさせられなかった。アメリカからすれば余計なことを考えてもらっちゃ困るわけで、自分たちの思っているように、しなきゃいけなかった。それからまた日本の中で、それを利用した人たちもたくさんいたわけですね。で、さて改めて、じゃあ自由な立場で、例えば日本が、戦争負けてない、別に日本は戦争勝つといってもですね、アメリカ占領しようとかそんなこと思ったわけじゃないわけで、日本の国土が守られればよかったわけですね。せいぜい満州が満州国が保全されるとかですね、そこら辺ぐらいで、それもあくまで日本の領土ではありませんから、それ手放したとしてもなんとかなったというところで、負けないで終わった場合にどうなってたのかという、改めて、戦争を考えたらどうだったのかって考えると、例えばやはり満州国ができた時は一定の意味はあったと私は思います。ただその満州国に、後に、その内面指導ということでですね、どんどん傀儡国家化してしまったと、最初石原莞爾などが考えた満州国と違う方向へ行ってしまったということは、これはちょっと否定しようのない事実なんではないだろうかと思います。で、それからそれ言わんや、万里の長城を越えてですね、中国の河北に降りていったということ、これはやはり、まずかったんじゃないかなと。もちろんそれは後付けの考え方なんですけどね。少なくとも撤兵をするということは可能だったはずだし、実際当時陸軍の中でも、中国大陸から引き上げるべきだと、満州までにしとくべきだという意見というのは、あったわけですよね。あそこで引きずり込まれたことが非常に日本の国力を消耗することにもつながってしまった。で、そして一方で後にアメリカと戦争をやることになった、二正面作戦やらなきゃいけなくなったということがですね、やっぱり日本の敗戦につながっているわけで、そこは適当に中国の方はもう切り上げていくということは必要だったんではないだろうかと。で、やはり戦争をやった場所、今はロシアがウクライナでやってますけども、戦争をやった場所を中国だということを考えれば、中国の一般の人に迷惑かけたことは間違いがない、ですよね。で、共産党はかつて毛沢東が言ったように、日本が国民党と戦ってくれたおかげで自分たち政権を取れたわけですから、共産党に、日本のやったことを非難される覚えはないですけども、やはりその誇張されているものは別として、戦争と大陸でやったということは事実ですから、時もししっかり方針ができていれば、中国大陸から撤兵をするということは可能だったのではないだろうかなと、そんなようなことはちょっと思ったりします。もちろん戦争をやってた時、その当事者というのは命かけてやるわけで、そういう意味ではですね、それを簡単に戦争をこうすればよかったんだとかですね、そういうふうに言うのは私はあまりにも失礼、だろうと思います。それはもうインパール作戦だって、もうよくですね、分かってない人でもインパール作戦というのはもう無謀な作戦の象徴だったって簡単に聞いて捨てますけども、でもインドから見ればそれはまた違うわけですよね。で、いろんなもちろん無理があったことは事実なんだと思いますけれども、そう簡単に切って捨てられるものだろうかというふうには私は思います。歴史なんてですね、
歴史はどんどん書かれているものは書き換えられるべきで、修正されていくべきものであろうと思います。これがもう間違いない歴史だなんてことは絶対にありえないんで、やはり常に研究して、それは本当かどうかっていうようなことをですね、また仮説を立て、そして検証していくということは、これこそ学問の一番重要なことなんだろうというふうに思います。まあそういう意味で、もうこれだけ時間が経ってるんですからね、一度その昭和20年以降の占領されて、ものを考えることさえ制限された時代、からもういい加減脱却して、一体どういうふうにすればよかったのかなということを考えてみるというのはどうでしょうか。で、それは別にあの時この人が悪かったとかあの人が悪かったっていう悪者作りをするということではなくて、これから先のために、よりいい方向性を導き出すということにあると私は思います。まあ、いろいろそれぞれの問題についてお考え違う方もたくさんいると思いますけども、またちょっと考えてみていただければというふうに思います。今日もありがとうございました。